ネロコはロシアのヤロスラブリ州にある湖である。水深は浅く、不栄養化が進んでいる。面積は54.4平方キロメートルで、長さは最大で13キロメートル、幅は最大で8キロメートル、深さは最大で3.6メートル。固定にはオードからなる筆が分厚く堆積している。ネロコは50万年前からあったと見られ、 表記以前からの湖は、ロシア中央部でも、ネロ湖以外には、わずかしかない。ネロ湖には二つの島がある。レフスキー島とロジェストベンスキー島である。これらの島は、表記以前の一枚岩でできている。湖に流入する河川は八つ。サラ川、イシニャ川、クチボシ川、マジハ川、バルース川、チュチェルカ川、ウニツァ川、スラ川となっている。一方、 流出する河川は、ベクサ川一つであり、湖から7キロメートル先で合流し、コトロスリ川を形成している。ネロ湖から見た冬のロストフ・ネロ湖の氷結、後方は、ロストフのスパスやコブレフスキー修道院。ネロ湖周辺には6000年前頃には、人類が住んでいた。ネロ湖南岸には、フィンウゴル系の民族メリアビトが、サルスコエゴロディッチという町を築いて、ととしていた。 メリア人らはこの湖をネロあるいはカオボと呼んでいた。旧世紀には東、スラブ人がこの一帯に進出し、サルスコエゴロディッシュに代わるロストフの街を築いた。ネロ湖畔には西岸にロストフの街があるほか、いくつかの村が散在している。ありがとうございます。